ラマー軍はアメリカ合衆国ミシシッピ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は55,658人であり、2000年の39,070人から42.5%増加した。軍庁所在地はパービス市であり、同軍で人口最大の都市は主にホレスト軍内にあるハッティズバーク市である。軍名は 南北戦争後のミシシッピ州政治家、ルシアス・クインタス・シンシナタス・ラマーにちなんで名付けられた。1904年に設立され、領域は西隣のマリオン軍から分割された。現在も大半が田園部だが、北東部だけはハッティズバーグ都市圏の影響が強い。ラマー軍はハッティズバーグ大都市圏に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は500.249平方マイルであり、このうち陸地497.07平方マイル、水域は3.242平方マイルで、水域率は0.68%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ミシシッピ州診療所がラマー郡のパービス市近くで南ミシシッピ州立病院を運営している。ありがとうございます。